はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ5時ですね。3月は4日の月曜日でございまして、ですね、今日の上海どうなったでしょうね。日経平均はね、4万乗せましたけど、上海は10プラス12で引けましたね。香港はマイナス24でまだやってますね。だいぶ戻してきた感じはしますけど、はい。ドル円は 150.32 と。で、ドルウォンはですね、うにゃうにゃですね、1330。このあたりでうにゃうにゃうにゃとしてます。さて、そのですね、ウォンの北の国の話でして、夕刊富士、ちゃうわ、週刊富士、産経新聞でございまして。これは、昨日の13時に出た記事ですね。岸田首相訪朝に前のめり、与野党が問題視、そのものを目的にすれば失敗する、西岡務氏かな、力って書きますけども、はい。日朝首脳会談の開催に向けて日本と北朝鮮の駆け引きが続けられている。最重要課題である日本人拉致問題や核ミサイル開発問題の完全解決を求める日本に対し、北朝鮮側は経済支援などを念頭に秋波を送ってきている。拉致被害者や被害者家族が高齢化する中、拉致事件解決には一刻の猶予もない。岸田文雄首相は自身直轄でハイレベル協議を主導すると宣言している。ただ岸田内閣の支持率が危険水域に沈み込む中、外交成果を政権浮揚の足がかりにしたい焦りも感じられる。相手は偽遺骨を送りつけてきた北朝鮮である。最大級の警戒が必要だ。私自身が主導的に動いてトップ同士の関係を構築する。昨今の日朝関係の現状に照らして大胆に現状を変えなければならない必要性を強く感じている。岸田首相は2月9日の衆院予算委員会で、拉致事件解決に向けた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談実現へ意欲をこうにじませた。北朝鮮側の得意な動きも相次ぐ。正恩氏は祖父金日成主席以来、同国が掲げてきた南北平和統一という政策を転換し、韓国を主敵と憲法に明記するよう指示した。一方、正恩氏は同月8歳の能登半島地震を受け、岸田首相に閣下の敬称をつけてお見舞いのメッセージを発表した。さらに、正恩副部長は15日、岸田首相を名指しし、平壌を訪問する日が来ることもあり得る。日朝はいくらでも新しい未来を共に開けるとする談話を発表したと。まあ、こう以下続きますけど、なんて言いますかね、岸さんがどうやら焦ってるんですね。このまま行きますとですね、4月28日のですね、補選、衆議院の補選3つあるんですけど、全敗しそうです。一つも勝てそうに思いません。で、まあ、全敗すると言われてて、本当に全敗するとね、どうなるかというと、自民党の先生方が焦り出すんですよ。あとですね、1年半かな、がですね、衆議院議員のですね、任期なんですね。で、このまま行けばですね、9月の自民党の総裁選までにですね、解散総選挙なんて本来ないはずなんですけども、土地狂った岸さんがやり出すかもわからんでしょ。やってしまうとですね、落ちるかもしれないと、滑り落ちるかもしれないというふうに、こう自民党のですね、議員さんたち、まあ、主に衆議院議員がですね、焦り出して、あかんでと思うわけですよね。で、ですね、こう、岸田おろしというものが始まるかもしれません。
何度も申し上げますがですね、総理というものをですね、こう途中で下ろす方法っていうのは限られてましてですね、内閣不信任案を可決するしかないんですね。本人が辞めるという以外は、それしかないんですよ。民主的に選ばれた日本の総理ですからですね、それを下ろすのはそれしかないわけであって、そうするためにはですね、自民党や公明党がですね、岸さんを裏切らなあかんわけですよ。まあ公明党が裏切らなくても自民党のですね、そうですね、3分の1ぐらいが裏切れば、内閣不信任案を賛成に回ればですね、岸田総理はですね、解散をするか内閣総辞職するかどっちかの選択を迫られます。岸さんが土地狂えばそこで解散やってやるかもしれません。そこで解散やってやったらですね、不信任案に賛成した議員は全員公認しないでしょうね当たり前ですけどなんでですね、そういうことはほぼありえないと思います。だから自分で辞めるという方に持っていくしかないですね。そのためにはですね、長老たちがですね、お前辞めろというふうに迫らなきゃいけません。長老と言いますのはですね、まあですね、首相経験者ですね。今残っているのはですね、菅さんとですね、麻生さん。ということになりますか。他は全員辞めましたもんね。で、あと重鎮は二階さんですね。このあたりがお前辞めろってインドを渡しに行く。で、記者が辞めますと言えば辞めますけども、それ以外はありえないですね。まあそういう厳しい状況にある岸さんがですね、政権を扶養するために支持率を上げるためにですね、拉致被害者の2人でも3人でも連れて帰ってくればですね、一気に上がります。だからそれを焦ってですね、被害者が帰ってこない、拉致被害者が帰ってこない、帰ってくるという約束も得られないままにですね、なんかお土産を持って平壌に行ってですね、適当にあしらわれて帰ってくればですね、支持率はさらに下がります。ところがですね、なんですね、北朝鮮側もですね、ちょっと焦りが見られてきました。ロシアにですね、砲弾をいっぱいですね、売り飛ばしたのはいいんですけど、まあ、不良が半分ぐらいあるということでですね、今後スムーズにですね、ロシアとの取引が続くかどうかは分かりません。プーチンがですね、訪朝するというふうに言われていましたけど、最近その話出なくなりました。ロシアの軍部の現場がですね、こんな砲弾いらんって言い始めたのかもしれません。こんなミサイルいらんって言い始めたのかもしれません。微妙にですね、空気が変わってきているような気はしますね。ほいでもってですね、中国と北朝鮮は相変わらずぎくしゃくとした感じですね。で、最近ビットコインをですね、だいぶ盗み出したんですけども、現金化できていないなんていうニュースも入っていきました。ここでも取り上げましたけど。そうすると北朝鮮はややですね、困ったことがですね、続くということになってですね、日本からうまくですね、金なり物資なりを騙し取ろうという方向に来ているのかもしれません。まあそのあたりはようわかりませんけどね。で、岸さんとしてはですね、というか日本としては拉致被害者の問題が解決しないとですね、どうにも動きづらいわけであって、さっき言ったようにですね、お土産だけ持ってですね、北に行ってですね、手ぶらで返されたんではですね、かえって逆効果ですね。だから会談ありきで行くんではなくって、あくまでも拉致解決ということで持っていかなければいけないんですけども、なんせあの岸ちゃんですからね、なんていうか分かってないわけですよ。分かってないばっかりか焦ってるわけですよ。だからアホなことをやりかねへんで、というのがこの記事ですね。あのね、落としどころとしてはね、これまで日本がですね、上げてこなかった拉致被害者ですね、横田めぐみさんとかああいう人ではなくって、全く日本政府が把握してない拉致被害者がいると思うんですね。で、返しても良さそうなのを何人か選んでですね、行方不明者が知らんうちに紛れ込んじゃうからこれ返してあるわとかというのを 2,3 人くっつけてげて、それを餌にしてですね、もっとエビで対応するようなですね、援助をですね、こう求めるのかもしれません。まあそのあたりがね、一番の落としどころになるのではないでしょうかね。で、核協議についてはですね、平行線ということにすればですね、まあ向こうのメンツもなんとか立ちますからね。まあそのあたりどう落とすんか知りませんが、岸さんのことですからですね、判断を誤るという可能性は十分にあります。
なんせね、本当にね、こう、なんていうか、こう、世の中分かっていない人ですからね、分かっていないし、見えていないしですね、自分の、こう、なんていうかますかね、ものを考える力がない人ですからね、先走ってしまう可能性は否めません。ということでですね、全部は読んでませんけども、この産経新聞のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。